思いを込めた一枚一枚の10円玉がこんなにも大きな賞につながりました。2年連続優先大賞受賞、本当におめでとうございます。石川さゆりさんで天城越え。隠しきれない映りが。はい、皆さんお疲れ様です。基本的に私友達がほぼいないので、まあ日々ソロプレイなことが多いんですけれども、唯一ですね、高校時代から仲良くしてくれている貴重な友人の美代子さんという方がおりまして、ちょいちょいね、動画内で美代子さんがっていう話を出したりしてたので、まあ、私のチャンネル見てくれてる方はもしかしたら知ってるかもしれないんですけど、個人的にはですね、私美代子さんはそんじょそこらの芸人なんかよりもずっとずっと面白い子だと思ってるんですけど、ですね、美代子さんも友達がいないので、彼女の面白さっていうのが世間はまだ知らないんですね。なのでちょっと今後の動画でちょいちょい美代子さんとか出していけたらいいなと思っております。で、今回はちょっと美代子さんと 3,4 ヶ月ぶりぐらいに遊んだんで、ちょっとその動画を撮らせていただこうと思います。さっき予約したところは西口？予約してないよ。ああ、そうなんだ。西口？待って、サンシャイン東口か。ここ東口だね。あ、じゃあいいのか。うん、まあ、いいや。オリンピック見てる？見てる、すごく見てる。すごく見てる。私、全試合見てるんだけど、うん、感動したわ、本当に。ジョバス、生きる力をもらったね。あ、そういうの。ベルギーの試合、マジ泣ける。バスケしたくなるね。するのはでももういいや。あ、そうっすか。超スリー入る、今年。1点差って、ここでフリースローが2本入ったってこと？うん。1本。あ、フリースローじゃないか。うん。20回見た、マジで。ここで決めるのはメンタル強い。ここのよく落ち着いてフェイク入れたよね。こう、今日夜バスケ見よう。待って、このゾーン私の足がびちゃびちゃ。お前なんでサンダル？あっちかなと思った。長い。選びます。はい。え、どれにしよう。私これにしようかと。お昼食べる前だけど、夕飯どうする？リュウジのバズレシピあるじゃん。うん。なんかあん中でうまそうなやつを作る。うんうんうん。とかどうよ。いいね。あ、これとかもいいよ。アボカドあんま好きじゃないんだよ。あ、そう。うん。いいの、そんな人。出た。いるだろ。右と手、左手の動きを違う感じで、はいはい、なんかこう歌うと、はい、その手の動きがうまくいかないみたいなやつをやってて、はいはい、で、誰かが、カノなんか歌いながらやってみとかつって言ってて、したらカノが、なんかですか、お昼休みはウキウキウォッチとかつって歌い出して、それとかつって。カノエコ本当に面白い。吐くのと笑ったんかい。私あれがずっと面白いんだけど、すげえ昔にアメトークでなんかカノ大好き芸人みたいなやつの時になんか将棋の話しててなんだっけ、ほら金がさ裏返ってってとかあるじゃん、その歩兵がトになるとかと金になるんだよっつって、これが裏返ってトになるんだよって言ったら、なんかカノさんが一緒って言ってて、ほんと可愛いなと思った。可愛い。なんかそれで思い出したけどさ、今さ、うん、高校の時に、うん、いたじゃん。なんかあの子がさ、家庭科のテストの時にさ、なんか筆記のテストでさ、次の漢字一文字が表す野菜の切り方を答えなさいみたいな問題が何問かあって、うん、で、塊って書いてある漢字があって、あれ、ぶつ切りが正解なんだけど、うん、なんかあいつ塊の漢字が読めなかったらしくて、なんか魂って呼んだらしくて乱切りって書いてる。
天才なんだけどと思ってめっちゃ魂この声で切ったんだろうそう、なんか次の英単語を答えなさい、アリゲーターって、正解はワニなんだけど、オリゴ糖って書いてなんか私もともと初対面の時は実は美代子さんのことをあんまり好きじゃなかったんですよね。なんか外面はいいんですけど腹黒いし口は悪いし、で私学生時代なんか無駄に正義感があった方だったんで、なんかのきっかけの時に美代子さんに、いやお前そういうのやめた方がいいよみたいな何かをなんか注意したことがあったんですよ。でその時に美代子さんが、いや私は自分が性格がすごい悪いし口も悪いし人に褒められた人間じゃないっていうのはもう心の底からよくわかってるけど、でも私はそんな自分が愛おしいって言ってて、なんかねかっこいいなって思ったんですよね。なんか私そんなに自分のことを大好きって思えたことがあんまりなかったから、なんか自分のことをすごく愛せる人かっこいいなって思ったんですよね。なんかそれからすごい好きなんですよね。なんか本当に好きですね。縦の糸はあなたはっきりと、横の糸は私、言葉一つ一つ織りなす布は力強くいくよ、温めうるかもしれない。ありがとうございました。でこの後の流れとしましては、まあ古本屋で自分の好きな本を見つけて、でそれを一緒になんかカフェとかで見合って解散みたいな感じですね。まあ、ただ今日は、この後お泊まりに行くので、この本を買ってそのまま美代子さん家に向かおうと思います。でここでも本当なんだろう、気が抜けなくって、美代子さんってめちゃくちゃいたずらっ子なんですよね。最近はあんまりやんないんですけど、昔はもう本の表紙でもう気に入ったらドカドカってすごいめちゃくちゃいっぱいカゴに入れてジャケ買いしてたんですね。でそうするともう自分が何入れたのか分かんないぐらいたくさん入れちゃうんですよ。でなんかそれをいいことに美代子さんがなんか結構カゴの中とかにこっそり自分が入れてない本とか入れるんですよね。でそうするとレジに行くまで気づかなくって、でこの間そのレジに行ってピッピッてこうやってもらってる時に初めて気づいて、なんかあいつ脇顔を直す方法とかっていう本入れやがって、めちゃめちゃ恥かいたことがありましたね。まあやられっぱなしは尺なんでね、私も後日瀬戸内寂聴の説法みたいな本を入れてやりましたけどね、なんか読んだらしいです。はい、そんなこんなで、まあ、お互いに良さそうだなと思う本を発見することができたので買って帰ろうと思います。でこの後ですね、美代子さん家に行ってちょっとですね、私化粧したことがないんで可愛く化粧してもらおうと思ってその動画を回したんですけど、ちょっとそれの時もですね、ちょっと彼女のいたずら心が発揮されてしまって、まあ、ちょっとあげるかわかんないですけど、まあちょっと気が向いたら編集してあげたいと思います。そんなこんなで本日は以上でございます。皆様またよかったら遊びに来てくださいませ。それでは皆様お疲れ様でございました。またどうぞよろしくお願いいたします。